アルバータ州、アルバータ州の地方行政区、アルバータ州の地方行政区の一覧。カナダのアルバータ州には10種類の地方自治体が存在する。またカナダ統計局は、それぞれの地方自治体を国勢調査省区分として使っており、それを地理的に19の地区にまとめたものを国勢調査区分としている。国勢調査区分には二つの国勢調査都市圏と十二。 の国勢調査地区区群という区分けもある CMA は大都市とその周辺地区をまとめたものであり、CA は都市とその周辺の国勢調査省区群をまとめたものである。ミューニシップルガバメントアクトに規定される自治体のうち、集中,中型の基礎自治体は、シティ、タウン、ビレッジ、サマービレッジの4種類である。新たに編成する際の要件として、 建物の大多数が1850平方メートル未満の区画に建てられていることが挙げられている。マガニは広域に及ぶ基礎自治体としてミューニセプルディストリクトが定められている。新たに編成する際の要件として住居の大多数が1850平方メートル以上の区画に建てられており人口1000人以上と定められている。 歴史的には基礎自治体を包括する広域自治体カウンティーに由来しており実際に2012年現在で64存在するミューニセプルディストリクトのうち46が正式名称としてカウンティーを名乗っているミューニセプルディストリクトと称して編成され後からカウンティーに解消した例も数多くあるミューニセプルディストリクトは集中型の自治体と対等の 関係にあるが内部にハムレットを設けることができる。我がやその他の法令が定める既存の自治体が地域の特性に合わない場合には、集中重型の自治体と広域型の自治体の特性を合わせ持ったスペシャライズドミューニセパラティを編成することができる。2012年現在で5つ存在しており、名称はカウンティー、ミューニセパラティ、リージョナルミューニセパラティと統一されていない。 地方自治体として編成されていないが、独自の領域と名称を持ったコミュニティが存在する。村落は5等以上の住居があり、その大多数が1850平方メートル以下の区画に建てられている地区。人口が300人を超えると村への変更申請ができるが義務ではない。現在では村からハムレットに変更する地区が多い。 2012年現在で389存在する。都市サービス地区は、存落のうち、市と同等とみなされるもの。ウッドバッファローに含むフォートマクマレー地区が、その一例。2012年現在に地区が存在する。タウンサイトは、インディアン居留地内の独立した集落で、タウンに匹敵する地区を、タウンサイトとしている。2012年現在アルバータ州では、 通勤が居住地にあるレッドウッドメドウズが唯一のタウンサイトである。アルバータ州の国勢調査証区分及び地方自治体の地図カナダ統計局の国勢調査区分に基づき、アルバータ州は19の国勢調査区分に分けられている。ありがとうございます。